皆さんおはようございます、スルベです。まああれから黄色デッキの方もね、一応作ってきましてですね、まあこれからまだ上記のクエストを遊んでいくところなんですけれども、まあどうですかね、ちょっと相手の出方が何とも言えないのでですね、一応完成したデッキはこんな感じになります。まあ、なよたけのりんさんについては結構最近作ったような感じですけれども、ね、まあ、ワイルドスキルでしたね。属性攻撃、スタメンの属性数というところは活かせないけれど、うん、まあ、本命の方はこの、ワイルド効果の方ですもんね。そっちを活かしていきたいなと思います。で、花盛りのチキータさん。チャンスピーに変える効果もあるか、うん、夏エリさんを入れて、まあ連鎖の種も作る、うん、まあ連鎖の種を作った後にこの子の、うん、花盛りのスピーダーさんだよな、リンさんに、まあ、リンさんのスキルはその後も効果が残るから、後で使ってみるっていうのもいいかもしれないな。うん。まあ、とりあえずこのデッキで遊んでいきたいと思います。早速始めていきます。黄色い怪しいクルーさんか。まあよく、とことんのと遊ぶときはお世話になるカード。サタカバさんとこのカードにはお世話になって、本当に。よく起用する。まあ、黄色かな、今回。黄色かな。そんな方にする。今はね、黄色消した。まあ、ちなみに、この今リーダーにしてる、あの、月村さんのハロウィンバージョンなんですけれど、ハロウィンバージョンなんですけれど、一応、サタカバさんと同じで、謎に消しプラス3があります。どうしようか。もうちょっと上だったらよかったね。ちょっと減ってくれたか。これはチャンスか。お、いいね。お掃除しちゃうぞ。例えば、吉村さんも呪術都市のカードで登場してたんですけど、まだ持ってないんです。まだ手に入れてない。
なんだろう、うん、どうしようかな。まあこれ今の目覚まし。まあ本来仕事だったらこの時間になるようですね。今時間が7時7分。下の紫の先生さん、せっかくだ。まあ揃ってたんだな。順番がある。夏エリさんは後にしないといけなかったかな。まあワイルドね。夏エリさんのスキルの中になんか3連鎖以上したら倍打つっていう効果も口でしてたはずなの。どっちかな。わかるか。複数ちょっと迷わせるのかな。3連鎖以上が条件ですからね。あ、反射なんですよ。結構見落とす、ね、黄色はないか。紫の反射。あ、紫でもあるからな。やめとこう。うん、紫したら反射くるもんね。危ない危ない。この部品がまあ溜まってねえもんな。アイディ全部落としてみる。まあ消すことが大事ですからね。チャンスというのは確かにもったいないわけです。この程度、もっとの葉っぱ投げるはずよね。この子のスキルはずよ。大体10。何ターンかごとにそういえば封印使ってくるんですかね。大神官さんを入れて攻略っていうのも手かもしれないね。封印されたらまあ元も子もないです。
あれはないのかな。封印とかそういうのは。封印のあれはないならまあ使うけどね。もし封印の耐性がないんだったらカバンクでさえ出るところなんですよね。だったらお邪魔ぷよで違ったネク編を全部あのねお邪魔にした時にこのカードを使うとかいうのがあるんですけどね。まあそれだったらまあ阻止できる。それまで待機してねそれを使ってきたらこの子を使ってっていうふうにそういうような攻略法じゃないかなとは思うんですよね。こうやって遊んでたらなんとなく。似たような問題の方があってそういうのはわからないです。後からでも使える。アンリーさんのスキルとかだったら後から使うことができない。あれは特殊ルールで3つプヨが揃ったら消えるというルールだから、それに該当するスキル持ってる子の場合はその間使えないのかな。スキル確かに一緒かな。うん、確かに一緒の問題。硬いね。うん、まあワイルドスキルはスキル効果の方には影響されないので、まあ無効になってしまいますからね。そこはちょっともったいない。でも3連鎖の経験ならこれで。ちょっと直った。3連鎖です。クリアでした。お掃除終了。まあ石10個もらえるのは星2の方をクリアした時でしたね。これまだ星1なのでハイスコア更新です。星1の方はクリアしてもそういうのないんですよね。クリア回数の方だったら石2つも減ますけどね。さてこんなところでしょうかね。あ、そうだ、上の方にも表示されましたが、公式生放送がですね、今度の11月19日の金曜日20時からの2時間の間ね、まあ、放送がありますのでですね、まあ気になる方はお見逃しなく、まあ、見に行ってみましょう。私も時間ができた時に見に行ってみます。
さて、今回はこんなところですかね。ご清聴どうもありがとうございました。まあ、次は紫なんですけれどね、紫はもういつもクリアしているような感じになりますから、デッキの方も一応用意できてます。ただ、まあ動画としては分けた方がまあ整頓しやすいということもあるので、まああえて、ね、クリアした、クリア、まあ、できたものをですね、上げていきたいと思います。それでは、失礼します。